木村屋工房。皆さんこんばんは、アシスタントの柚木ゆかりです。皆さんこんにちは、サブパイロットの鶴巻まきです。皆さんおはようございます、メインパイロットのゆいです。思ったんだけど、朝からこれ見る人いるの？物好きな人は見てるかもよ。あ、物好きって言っちゃったよ。この人はご視聴いただき感謝します。さて、今回は戦闘訓練のために RES に来たよ。あれ、無印は卒業じゃ。はい、に行こうと思ったら惑星の影になっていたから変更した。ああ、真っ暗な中じゃ小惑星が見えないもん。ジャンプアウト完了、艦載機発艦開始します。よし、じゃあ行ってきます。よろしく。ダイパー起動開始、 VR システムとの連動開始しました。各部チェック、オールグリーン射出開始。はいはい、ありがとう。進路クリア、発艦どうぞ。すぐ待ちます。出ます。物体はそっちに上がったから、電波攻撃開始、よろしくね。おお、今回は艦載機試験なんだね。そういうこと。ただ、レーダーの範囲は狭いから気をつけてね。了解了解。さてと、賞金組はどこだ？って、ゆうちゃん、パワーに加入したんだ。うん、お試しで VS に加入してみたよ。あのミサイルが欲しいって言ってましたよ。ああ、あれは撃ってみたいの。やっと賞金組発見、先制攻撃するよ。了解。お、アリナ拠点艦隊機だから、ボンド力はもう頑張ってね。日本戦術は後ろに張り付いたです。あれかね、アクセスを同じに使ってね。了解了解。そういえば、ユウさんへの指示が出てなかった。うん、なぜか若干緊張が来てたよ。ごめんごめん、間違ってたし。これは途中でのためにから、動かす機会はかけてね。了解了解。なかなか張り付くのに、こちら言うみたいだ。そうだね、動かす機会かけていないかな。何してんの？あ、
デッキはちゃんと撃墜しました。まさか特攻するとは思わなかったよ。遠隔操作だからね、修理費も安いし。今ハンガーで再構築してますから、一定時間は出撃できませんよ。了解了解。再出撃してもらったけど、賞金首がいませんね。今日はコロコロ仕上げますか。了解、若干申請出したよ。受け取りました。ガイドビーコン出したので、若干お願いします。了解。おっと、行き過ぎた。この辺かな。あとはこちらで行います。了解、ありがとう。艦載機、格納開始。ハンガーへの格納を確認、固定します。よし、じゃあ帰りますか。ええ、新拠点へ帰りましょうか。ああ、疲れた、仮眠室行ってくる。ゆかりさんも休んでてよ。あとは帰るだけだし。ありがとうございます。ではお言葉に甘えて。おお、着いた。おはよう、着いたよ。今日も無事に帰ってこれて何よりです。監禁と補充をしたら今日は休もうか。じゃあまた次回だね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ユーミとゆかりのエリートデンジャラス7話を報告してくださったコモム様、スワッティ様、TKT 様、クレメイヤ様、ハルルート様、ありがとうございます。こんな動画ですが、見てやってください。ありがとうございます。ヌーブ操縦に雑編集ですが、今後ともよろしくお願いします。それはそうですが、やっぱり座席は欲しいので、座席を追加している設定です。なぜ、私じゃないんですか ?52 万光秒が近距離とか、私たちもまだまだですね。今回、挑戦はしたものの、間延びしてそうなので、適度に倍速を入れたいと思います。ですよね、地上サルベージは好きなんですけど、報酬が低くて、完全に趣味ですよね。私も最初は怖かったですが、惑星を囲む黄色い線より惑星側に入らなければ安全と分かったので、今は平気です。似てると言われれば似てますね。ただ、諸事情でクーリエは手放してしまいました。NPC のインターディクトーは間違わなければ逃げれますね。ただ、クーリエでフェルデランスに立ち向かったら2隻目で撃墜されました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。特に考えもなく、動画を作っているので、お見苦しいところもあるかと思いますが、今後とも、ご視聴ください。では、良き宇宙の旅を、コマンダー。